はい、ジャン君おはよう。おはよう。ジャン君、これからそれを履いて散歩に行こうかと思っているんですけれども、邪魔ですかそれ？邪魔してんですか？ジャン君、ジャン君、ジャン君。大腸のポリープ5個取った後、もう5日が経ちました。そろそろ本格的に普通の飯いけると思うんだけどな。なんかネットの情報だとね、あ、そうか、チャット GPT とかあれ系のに聞いた方が面白かったかもしれないね。自分で検索で調べちゃったので、その時に検索にヒットしやすい、まあ、病院とか、そういうことを専門に書いている人のページで調べちゃったから、個人的見解みたいなことになっちゃってね。こういう時こそチャット GPT に言わせて、例えば2024年の頃はこうなってますよみたいな、それだった皆さん、チャット GPT はこんな時に使うんですよ。まあ、たくさんの情報を集めて、こう最もこれが今ふさわしいかなとチャット GPT AI が思うやつが出てくるやつ。ただ完全には信用してはいけませんよ。はい、ポンちゃんはよくわかってて偉いね。